第3試合シングルマッチ20分一本勝負ございます。赤コーナーダイナミックジャーズ140ポンドライオナスアスカウリー、青コーナーブラックデビルズ180ポンド松本気合の入った相澤健一リングアナウンサーの選手の紹介が終わりました。これから試合はライオネス飛鳥選手と松本薫選手の20分一本勝負でありました。ラッキー飯村がレフリーであります。まあ、あの松本薫選手は登場いたしますとなんとなく、松岡さんね、はい、ユーモラスな感じがしますね。チームスーツって言いますかね、はい、ウェアもよく考えてね、ちょっとユーモラスな、ね、なるほどね。やはりね、はい、控え室でねちょっと聞いたんですけども、はい、皆さんデパートとかね、はい、既製のものを買うんですって、はいはい、自分の気に入ったものを、それで落ちないようにちゃんと自分たちで工夫して止めたりして着てらっしゃるそうですよ。で、一人ね、だいたい10着は持ってらっしゃるんですよ。10着、そうでしょうね。で、やっぱり私たちが買うよりも買うときに目立ってね、はい、自分の個性の表現できるものを買ってますって。なるほどね。デパートなんかで買ってます、はいはい、これやっぱりこういうところに来るお客さんもあるし、なんですか、ファッションもありますよ、女の子は、ね、うん、私なんかも、やっぱりこう、あれいいなって、うん、やっぱり私なんか見て、あ、今年こういう水着着たいなって参考になりますもんね。あ、そうですか、あんな松本さん着てるワニのなんてなかなかないですね。はいはい、ちょっと確かにね、やっぱり自分で選んでくる、選んでくるんですか、自分で。LL でしょうね。そりゃそうでしょうね、うん、はい、とにかく今女子プロレスの中でもね、ひときわ大きい感じがいたします。松本薫選手が登場しております。なんとなくやることがユーモラスでね、憎めない松本薫であります。今日はライオネス飛鳥選手と対戦しております。まあ、力の入れるとね、なんといってもライオネス飛鳥選手はね、ポストジャッキーとしてね、王道を歩んできたといいますか、期待の選手であります。立った2人がかり、ラッキーブラー今厳しく注意しております。どうしてもね、ジャッキー出てまいりましたね、どうしようもありません。坂本和恵選手が今レフェリー抗議でありますが、一切構わず体重を預けてやっております。ライオネス飛鳥選手ちょっと苦しくなりました。試合時間8分を経過して、今放送席の前に落とされてしまいました。またマスコミが言っている、危ないな、客様が入っております。ライオネス飛鳥選手でやります。助っ人のね、ちょっと力を借りまして、今松本薫拍手を強制しておりますけども、これはね、拍手をするお客様も少ないようであります。何でやってるんだこと。さあ、太もも見てください。本当にすごいですね。あれあれあれ、軽量のラッキー井村が突っ飛ばされてしまいました。いやー、本当に悪くなりましたですね。あれ、下手な男の人叶いませんよね。叶いません、叶いません。とにかくね、体重から言ってもレフリーはね、分がありません。ちょっとリング上がらねえじゃないかよね、はい、レフリーとは彼女の足の細さ見てください、ね、はい、倍以上ですよね、完全に倍以上であります、ね、どう思われても桃と同じだからそうなんですよね。さあ、なかなかライオネス飛鳥選手入れません。とにかくリングの中でいきり立っております。松本薫選手であります。さあ、姿勢を低くいたしまして、ようやくリング内に登場することができましたライオネス飛鳥。そろそろこの辺で反撃を試みたいもんであります。ライオネス足狙って、足を狙ってますね、はい、ダンさんの指摘通りであります。低い体勢で足を狙いました。やはり足の方、下が脆いんでしょうかね。足狙うのは有効ですね、はい、もっとそれからスピードで
出してですね、いろいろとあの翻弄した方がいいです。ああそうですか。アスカの場合は。今までね、ややスピーディーな攻撃がね、あのむしろね、あのアスカのリズムというよりも松本のリズムですかね。そうでしたよね。はい。松本のペースに引きずり込まれているような感じでした。ライオネスアスカでありますが、ようやくこの辺りから反撃に移ります。まず足を固めておいて背中をキックですけども、あまり効かないんですね。これね、今度はやっと効きました。全体重を預けました。ヒップドロップでやります。さあ、今度は顎を固めております。じわじわっと反撃に出ております。ライオネスアスカ。松本選手も本当に下積みが長かったと言いますかね、ようやくこうして、リングの上で試合ができるようになりました。まあ、それだけやはり辛抱強いというんでしょうかね、努力かかったわけですよね。精神的な忍耐力というか、こうじっとしてますというか、そういうものがそのオーディションに合格するまでの間に培われたみたいですね。本当にそうですね、もう練習所の主みたいな存在になってましてね、人気者でしたもんね。ようやく念願叶いまして、プロのライセンスを取りました松本薫選手であります。はい、だからやっぱこれだけの下目に持つんだから、やっぱそれだけ補給しないとね、食べる、でもあの体重のやりには敏捷ですね。敏捷ですよね、よく動いてますよね。それにですね、ずっとあのトレーニングを積んでますから、そんなに汗もかきませんしね、大したもんですよね。あっと、さあどうか、パンチ攻撃。しかしね、2発だったんですがあんまり効きません。松本薫選手一発出しますとね、ライオネス飛鳥選手すっ飛んでしまいました。やはりあのパンチがですね、厚い肉の壁にね吸収されて、あ届かないんじゃないかなって。なるほどなるほど、中心部まで届きませんかね。あっと、これは相当腰を打ちましたね。さあ依然として松本の攻撃がついており、後ろに落としました。あれは何と言うんでしょうね、いろんな呼び方の、一応バックフィットと言いますしね、それから山嵐流のバックドロップという言い方ですね。はい、バックドロップにもなってますもんね。はい、ブッチャーがよくやるんですけどね、彼の決め技なんですけど、はい、もう少し倒れるときに自分の体重をかければもう必殺なんですけども、あそうでしょうね、離れてしまいますので、はい、やはりフリックなんでしょうね。さあ松本依然として顔面攻撃がついております。今日はもういろんな反則攻撃もやっております松本薫であります。なんといっても相手はライオネスアスカ、まともに戦ったんじゃちょっと分がありません。したがってブラック軍団も出ております。あ、不祥格が出てきましたですね。ワイルドカズキも出てますよ。はい、ドンのデビューの正美選手は出ておりませんけども、不祥格ワイルドカズキ選手も出ております。いよいよ分が悪くなってまいりました。ライオネスアスカであります。強烈、さあ、あっと、これがちょっともったいない。ヒップドロップ、まともにいけば必殺であります。そうですね、決まってましたけどもね。さあどうでしょうか、レッドリーね、もう一回、さあ空中殺法出ました。これは効きます。2発であります。そしてどうでしょう、ジャイアンツスイングに行けるでしょうか。83キロジャイアンツスイング、これは見事であります。18番のジャイアンツスイングが出ました。回ってね、もう早くも朦朧としております。さあホーンの体勢であります。懸命に逃れました。しかし佐藤さん、もうちょっと朦朧としてるでしょう。マスクという懸命にカウントを入れておりますラッキー井村、ちょっと足を引っ張りました。グリップで捕らえている松本薫であります。さあもう一回ロープに振ってどういった、あーっと逆襲、体当たりが出ました。これはしまった、ライオネスアスカ、いやすごい体当たりであります。すごいね、ボディアタック、何か見てるだけで息が詰まりますね。あーっと回転蹴り固め、逆転技がっちりと決まるか。あー今マスクというがタイミングよく出てきましたね。完全にカウント3のケースでした。命拾いをいたしました松本。さあロープに振りました。そしてあーっともう1回、これを2回続けて食ってはダメ。松本このテンがちょっと甘いですね。そうですね、今の点が、はい、まあ、テクニックに負けましたね。15分前後、改善のやり方め、
狙い定めたような回転蹴り固め、あっという間の逆転技。ちょっと勢いに乗りすぎました松本薫でありますが、今日はしかしなかなかいい試合でした。ライオネス飛鳥選手ね、勝つには勝ったんですが相当苦しそうであります。